ハロプロ飯能集へようこそ。今回は小田桜、ジャパンジャムの会場内を歩いてたのにハロータに気づいてもらえなかった模様に対するみんなの飯能集です。小田ちゃんかわいそう。なんで気づかないんだ。すっぴんだったんだろ。ケンタッキー片手に歩いてたら気づいた。アンジュメンとかすぐ気づかれるのに。アンジュメンは周りにスタッフついてたからすぐに気づかれてた。小田ちゃんは信頼されてるから一人行動 OK なんだね。この格好でスルーされたのか。私服でマスクしてたらわからんよ。あの先を使って声かけないだけだと思うよ。アイドルあるあるだけど、これオタクは気づいてるが気を使って声をかけてないだけだからな。気づいていたとしてもそっとしておく勇気。優しい世界。テクテク歩いてる小さい小田ちゃんかわいい。落書きコーナーで小田ちゃんの落書き見つけたよ。新幹線の待合に小田ちゃん入ってきてオタクもいたけどみんな見て見ぬふり、自分は条件反射でその場から離れた。逆に話しかけて大丈夫なのかな。小田ちゃんってイメージ的に強そうなんだけど、ブログとか読むとかはいいんだよな。プライベートのメンバーを見つけても声かけたり触りに行ったりしないのがハロータのいいところ。今じゃそういうのなくなったのかと思ったけどやっぱり残ってていいなと思った。今回の動画は以上です。よければチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。